皆さんおはようございます。水曜イエロー黒田ひろめです。さあついにですね、今年もこの季節がやってまいりましたということで、皆さん見てください。ほら、神奈川県女子プロサッカークラブの野島ステラ神奈川相模原のホーム開幕戦にですね、今日は密着していこうと思います。さあ今日は一体どんな戦いが見れるのか楽しみです。盛り上がっていきましょう。野島ステラ神奈川相模原は相模原市、座間市、綾瀬市をホームタウンとした女子プロサッカークラブ。2021年に開幕した日本初の女子プロサッカーリーグ WE リーグ参戦4年目です。新体制では小笠原忠監督のもと、川島春奈選手が新キャプテンとなり、昨シーズンからの巻き返しを誓った剣道将来をスローガンにリーグ戦5位以上を目指します。まだですね、開幕まで2時間あるんですけど、見てください、この人だかり、サポーターの方が続々と集まっていますので、ちょっと注目ポイントなどたくさん聞いていければなって思います。いくぞ。注目選手などいたら、好きな選手。あ、そうなんだ。練習してるところも見に行ったり、週2回ぐらい見に行ったりして、練習風景までこう見に行かれるぐらいもう好きになってしまったと。ちなり選手が、ちなり選手ワールドカップで活躍してるところ。あとこの子がゴール裏で太鼓叩いてますので、ぜひ見に来てください。そうなの、太鼓も叩かれるの。今作ってるのって横断幕で間違いないですか？間違いないです。今年のチームのスローガンなので、作ってみようと。あ、ホーム開幕戦なので、これはもう選手の力にも絶対なってると思うんですけど。だと嬉しいです。嬉しいですね。お話を聞いた皆さんからひしひしと野島ステラ愛が伝わってきました。そしてですね、やっぱり魅力的なのがスタジアムグルメです。今回15店舗も出店して、第2回ステラスタグルフェスが開催しています。見てください、あれ見てください、グランプリって書いてますけど、旗にグランプリって書いてたんですけど、はい、前回このスタグルフェスで、はい、1位になって、はい、やっぱりそのポテト、おすすめのものがあったらちょっと教えていただきたいんですけど、おすすめのポテト、まあ、今日はチリポテト、チリポテト、はい、チリバーベキュー味をつけました。カリッカリ、うますぎる。辛いは辛いでも皆さん食べられるぐらいの辛さですね。そうですね、そんなに辛くはしてません、うん、美味しいです。ありがとうございます。会場にはホームタウンチームのブースもあり、 SC 相模原のブースではサッカーパターゴルフ、アメリカンフットボールチーム野島相模原ライズではフェイススタンプを押してもらうことができ、僕もももちゃんを押してもらいました。やばい、なんか燃えてきた。大宮アルディージャベントスを迎えての今季最初のホーム戦、先手を打ったのは野島ステラでした。前半5分、キャプテン川島選手がインターセプト。これめっちゃチャンスですよ。あれ、うわー、惜しい、惜しい。ゴールとはなりませんでしたが、キャプテンがプレーでチームを鼓舞します。すごい、野島ステラ攻めっ気があってめっちゃ面白いです、見てて。続く16分にもキャプテンが見せます。9番南野の選手の出したボールに追いつくと見事なクロスで、ゴール前、しかし得点とはならず。25分、大宮に攻め込まれた場面、キーパー池尻選手のファインセーブが光ります。ナイス。池尻選手、その後35分、大宮に大きくボールを前に運ばれるとキーパーとの1対1に。ナイス。
両者無得点のまま前半を0対0で折り返します。結構チャンスはありましたし、何よりもキーパーがすごいですね。今のところ守護神がいます。ハーフタイムに入ると野島相模原ライズのチアリーダーズサンズによるパフォーマンスが披露されました。ハーフタイムもこんな楽しめるイベントがあるんですか。すげえ。後半も最初にチャンスを作ったのは野島ステラ。この縦のパスが通り、最後は10番榊原選手のこのシュート。敵のキーパーやるな。いやめっちゃいいっすよ今の。榊原選手のこのプレーに会場のボルテージも高まります。0対0のまま迎えた試合終了間際、池尻選手がクリアしたボールはタッチラインを割らず相手陣地深く。それに反応したネブ選手が追いつき仕掛けていきます。オーケー。なんか止める止める止める。本気のホーム初勝利は次回以降に持ち越しとなりました。本日はお疲れ様でした。池尻選手の本当に神セーブを何回も目の当たりにさせてもらって、それが本当に結果として0点に抑えられたっていうことで、前のシーズンから本当にクリーンシートがなかったので、はい、絶対今日はクリーンシートでチームを勝たせたいっていう気持ちがすごい入ってたので、まあ、クリーンシートっていう目標が達成できたので良かったかなって思います。仙台市は、意気込みなどあればぜひよろしくお願いします。はい、次の試合も2失点でチームを勝たせれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。一番最初のシュートチャンス、ラストパスを出されたと思うんですけど、あそこで流れがどん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 変わっていったなっていう印象を受けて、あそこを振り返ってみてどうですか。あのプレーは本当に今回大宮さん相手にする上で、はい、一番の狙いだったというか、前からかけてこう中盤2列目相手の中盤のところで奪ってカウンターっていうのを一つ狙っていたので、それが形に出たっていうのはチームとしてもちょっとこういい波に乗れた部分ではあったと思います。ゴール前に行くシーンっていうのは、まあ、何度もあったんですけど、あそこでやはり決め切るっていうことがやっぱ勝ちにつながる強いチームになっていくことだと思うんで、そこはまた次に向けて準備したいと思います。まあ、次のホームで必ず皆さんに勝って一緒に喜び合えるように頑張っていきたいと思います。今日は素敵な試合を見せていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ次も応援しています。はい、猫の額ほどライド水曜イエロー黒田ヒロムでした。ありがとうございました。